とってもシックなですね、エレベーターでございます。ちょっと鏡まであってすごいよね。かもこんな感じですよ。レオナルド・ダ・ヴィンチが見たいな。おー、クラシックかな、響いております。はい、こちらは7階のエレベーターホールになっております。はい、ということでフロントにもね、超過あったんですけど、こちらにも読売新聞書いてますね。はい、シャトルバスは今運行してないんですかね。はい、今ちょっとコロナでやってないっぽいですね。今日泊まらせていただくお部屋はすごいね、この配管がいいね、レトロだね。7階の11号室というところで、こっちですかね、ここですかね。はい、どうかこんな感じです。はい、ルームキーはですね、こんな感じのパープルにラインが入ったものになっております。この辺がいいよね、レトロでね。新聞受けですかね。はい、入ってみたいと思います。じゃん、お邪魔します。おあ、あれ、これライト、あ、ここで行くのかはい、ということで入りました。いきなりですね、エントランスから広いですよ。下カーペットになってます。左側はなんと奥行きはない、こういったクローゼットになってます。観音扉形式のですね、なんか渋いよね、この雰囲気、どうですか。はい、そこにですね、室内用のスリッパであったりとか、あと、かなり大きなね、パッケージスタンドだったりとか、あとは、木製のハンガー、それから、こういったですね、除菌のスプレーが置かれております。はい、いい感じですね。そしてその隣、じゃーん、テレンテレン、こんな感じでですね、かなりアンティークな家具が並んでます。素敵ですね。なぜかここだけガラスじゃないな、プラスチックの透明なボックスにはなっております。チャペルの見学受けたわりますって書いてありますね。へえ、そうなんですね。なんと、へえ、面白いですね。これね、見たかったですね、ちょっとね。まあ場合によっては明日見ようかな。はい、この中にはですね、こういった形で、紙コップと、それからプラスチックのコップが入ってます。このだからですかね。陶器ではないですね。で、下の方にですね、インスタント系の、コーヒー。これは、インスタントコーヒーと、それから、紅茶とですね、それから、煎茶が、ティーバッグで、それぞれ2個ずつ入っております。アイスペールもありますね。で、その隣にはですね、ドリテックなのにこんな家庭用っぽいのあるんだね。ドリテックの、電子ケトルがあります。はい。ポット内の水は精神サイトですのいいでしょう。あ、ということはなんとこれ水入ってんですね。すごいですね。昔ってそうなんだよね。あらかじめ水が入ってるんですよね。ちょっとすいません。僕の、これを貸していただいていいかな。ここにはちょっと置いちゃいますね。ごめんなさい。はい。ちょっとごめんなさい。落としちゃいました。はい。はい、この引き出し開けてみます。じゃん。何もないかな。あ、開かないね。で、その下に冷蔵庫って書いてます。じゃん。あ、冷蔵庫は、東芝の冷蔵庫になってます。自販機は6階にあると書いてますね。こっち側来るんじゃないのね。こうだね。はい、ワンドアタイプです。2009年製ということで、入れ替えたんでしょうね。はい。そしてその隣、じゃーん、ドレッサーがあります。すごいね。このね、照明がまた、なんか、レトロでいい味出してますよね。ちょっとスイッチ入れてみましょうか。おー、いい感じ。これいいね、女性にはね。はい、ちゃんとした奥行きもあるドレッサーですし。まあ、ドレッサーとして使わない場合はビジネスデスクとしても使えそうですね。奥行き的に。椅子もですね、こんな感じの椅子になってるという感じですかね。引き出しには何も入ってないんですかね。じゃん。じゃん。入ってませんね。はい。で、ここにもなんかね、除菌スプレーが置かれてたり、あとね、電話も置かれていたりします。で、隣。おー、この家具、もともとは、
あの昔のテレビって奥行きがあったんで、それがここに入ってたんでしょうね。今はね、薄型だからこんな感じになっておりますが、はい、ということで三菱のテレビが、置かれております。どうでしょう、28インチ、部屋広いからもうちょっと大きいかなっていう感じですね。ここにもね、タンスのように引き出しありますが、何も入ってないっていう感じですね。すごいね、いいな、このレトロ感がでもピタッと閉まらなかったですけど、で、ここ見てください、じゃーん、なんとソファーがあります。ちょっとね、レトロなパープルというか濃いグレーパープルみたいな感じのソファー、アンティークなソファーと、なんかね、こんな長い、テーブルもあります。そして、スタンド照明もかなり大きいです。ここには、ちょっとね、ヨーロッパの風景のような跡があります。そして、お部屋こんな感じです。っていうか、まあ、お部屋今まで、ほぼほぼ見しちゃってる感ありますけどね。はい、ベッドルームっていう感じですかね。はい、素敵なベッドルームでございます。思ったより素敵ね。失礼な言い方。これはすごいな。このね、窓もね、なんか上が尖っててね、骨格圏みたいになってて素敵ですし、このね、ベッドのこのね、カーテンも素敵ですし、ベッドも素敵ですよね。はい。で、部屋かなり広いんでですね、こう出窓みたいになってて、出窓じゃないか、プランターみたいなのがついてますよ、ほら。おぉ、見てください。こんな感じで、八王子のあの駅の方ですね。この左側の奥が、さっき、進んできた京王八王子駅になってますね。その奥が JR になってます。で、この川に向けて、こういったプランターになってて出れないんですけど、なんかね、視覚的にはいい感じの風景、眺望でございます。そしてここには、こういった形のね、空気清浄機、シャープのプラズマクラスター。それからここには、ズボンプレッサー。すごいね、置かれております。ちょっとなんか高級っぽいね。で、サイドテーブル、ベッドのサイドテーブルもこんな感じの立派なものが両方側に2箇所置かれていて、それぞれにランプもあります。ここは窓じゃないんですよね。装飾ですね。はい、という感じになっております。ベッドはですね、これ結構広いね。180あるんじゃないかっていうぐらいですね。160か180ある気がするな。キングサイズですかね。で、枕4つ。それから、ここに、なんと、ルームウェアは浴衣ですね。バスローブじゃないんだね。浴衣が2つ置かれております。という感じでございます。はい。という感じで、ちょっとエアコン入れさせていただきます。ちょっとね、暑いんだよね、今のね。早歩きできちゃったか。そして、ちょっとね、この窓際の方から、エントランスというか、玄関の方を見ると、こんな感じになってるというのを、ちょっと皆さんお伝えしたいかな。すごいよね、これなんか、海外に泊まりに来たみたいな感じに錯覚になりますね。いいじゃないですか。はい。そしてここ、水回りだと思いますが、段差があります。はい。ちょっと開けてみたいと思います。わ、このね、あれがいいじゃないですか、ドアノブが。素敵ですね。じゃん。まあ、お風呂普通かな。はい。という感じでですね、お風呂はユニットバスですね。まあ、ただね、ちょっとね、この鏡がなんか、ロマネスク風にしてて、ちょっと思考は凝らしてる感じはあります。トート社製のウォシュレット。それから、ここのね、天板もちょっとね、マーブル不調になっていますね。はい、洗面台があります。クラシエさんのハンドソープ。それから、いいですね、このクラシエさんの女性用のローションとか、フェイスウォッシュとか、ミルキーエッセンスなんかがですね、置かれておりますね。ここには、アメニティとして歯ブラシ、ヒゲ剃り、それからボディタオル、ヘアブラシなんかがありますが、それ以外一部、何でしたっけ、綿棒とかね、下のフロントのところに置かれておりました。ドライヤーはパナソニックユニティですが、このターボ式のやつですね。タオルもですね、まあ普通のタオルではあるんですけども、3種類ありますね。ハンドタオル、フェイスタオル、ボディタオルとなっております。はい。そして、バスタブ。バスタブもですね、当時にしてみれば大きいだろうね、これね。滑り止めついてるタイプですね。トート社製。思い切りここにトートって書いてあるのがね、逆に渋いよね。はい。いう感じのものになっていて、洗面台じゃなくて、シャワーもトート社製のシャワーでございます。はい。ここはね、多分ね、洗濯物干せるリールが出てくるのかな。で、トイレタリーはですね、ちょっと待ってください。これはどこのだろう。何ですかね、これ買おうかな。ちょっとごめんなさい。デタイユラメゾンって書いてますね。はい。業務用って書いてますね。はい。ちょっと後でもう一回調べてみたいと思います。どこのかね。はい。いう感じの、トイレタリーが3つ入るという感じでございます。はい。という感じで、以上ですかね。
天井はですね、ちょっとこんな感じで、そんな高くはないですよね。250ぐらいですかね。で、ここにね、梁っていうか柱とかが入ってたりとか。まあちょっとね、なんていうかな。そういった古さというか建物自体の、あれは感じますけども、構造的にも。まあでもね、素敵なお部屋じゃないかなと思います。ここにちゃんと全身鏡もあるという感じで、最初に触れるべきだったですけども、配置図はこんな感じになっております。面白い形ですね。以上です。今回泊まらせていただいたお部屋ですね、ダラックスダブルというタイプのお部屋でございました。本来はですね、普通のダブル予約したんですけども、こちらにアップグレードになってたみたいでですね、ただチェックインの時にそのご説明がなかったので、入ってあれこの部屋だったかなという感じでございました。このホテルでは一室のみの貴重な部屋のタイプになっています。ベッドタイプがですね、180センチメートル幅のキングサイズ、マットレスは日本ベッド社製でございました。食事なすの間で広さが31平方メートル。料金がですね、税込み2名で7500円という形でございます。選んだポイントはですね、独特な外観というところと独立系のホテルであるというところで、今回はですね、じゃらん経由で予約をさせていただいております。今回の部屋の平面図、こんな感じでございます。ちょっとですね、ホテルが途中でこう曲がるような感じになっているので、ちょうど斜面っていうかね、斜めの壁がちょっとあるお部屋になっています。玄関入るとですね、右側に、ユニットバス、左側にですね、クローゼットがあって、その奥に、アンティークの家具が並んでいると。そこにまあ、ドレッサーというかね、それもあります。奥の方にですね、ちょっとこれまた、ちょっとクラシックなソファーとテーブルが置かれてまして、右側にですね、かなり余裕ある形で、キングサイズのベッドが置かれてます。奥にはですね、窓があるんですけども、まあ、ちょっとプランター付きではあるんですが、外には出れない感じで、まあ、そこから、非常に八王子の市街が眺められるというお部屋でございます。南西向きの部屋、面積31平方メートル、天井高もですね、247センチメートルと、まずまずのお部屋でございます。数字で見る部屋データ、こちらね、ちょっと面積31平方メートル、かなり広めでございました。ベッド幅も広め、水回りもやや広めでございます。その間ね、ちょっとやっぱり年代が古いということもあってか、コンセントがですね、4個ということで、まあかなり少なめではあったんですが、まあ延長コードなんかを使ってね、プラス5ぐらい、コンセントを増やしている感じでございました。開業してからね、37人になるですね、老舗のホテルでございます。客室のバリエーションです。ということでね、これ見ていただいてわかる通り、そもそも予約したのは真ん中の上のこのダブルルームという形のお部屋だったんですけども、まあ、今回はね、そうじゃないお部屋にご案内いただいたという感じでございました。和室もあります。こちらのホテルはこんな人向け。まあ、基本的にね、ちょっと駅から歩くんでですね、やっぱりクラシックなホテル探してる人とか、古い建物とか、教会とか好きな人に向いてるのかなと思います。あとはね、喫煙ルームがありますので、喫煙者でもいいですし、あとはカップルとか夫婦にいいんじゃないかなというふうに思います。実際、僕がすれ違った人たち、まあ、この日はね、8割ぐらいは埋まってたらしいんですけども、すれ違った人は、ほぼ全部、カップルか夫婦、多い感じの方々でございました。もっと知りたい人向けのコンテンツになります。八王子ホテルニューグランドはですね、株式会社サンライフが運営するホテルになっています。まあ、ちなみになんですけど、ね、ホテルニューグランドっていうと横浜にある有名なクラシックホテルをこうイメージしますが、これとはですね、全く関係のない資本関係とか認定関係もないホテルになっています。こちらのホテル、実はもう1985年ということで、まあ、かなり古いホテルではあるんですけども、ユッキーがですね、30年ぐらい前に、こちらのホテルの前を、まあ、ちょうど東京に出てきた頃ですかね、車で通る機会があって、その頃を見てですね、こんなホテルあるんだと思ってですね、一度泊まってみたいと思っていたホテルだったので、今回ね、宿泊することができてちょっとね、感慨深いものがありましたね。まあ、外観でひときわ目を引く西洋風の建物はですね、まあ、イギリスにあった本物の教会堂を1996年に移転というかね、移築したものでございまして、他にもね、このホテルの館内に披露宴会場が5つもあったりすることから、結婚式場としてですね、有名でございます。ちなみに結婚式場の名前はグランドビクトリア八王子ということでですね、ホテルニューグランドという形とはまた別な名称を用いています。運営会社のですね、サンライフは、ホテルは2軒ほどの運営なんですけども、現在の本業はですね、まあ、式典事業、セレモニアルとかですね、あるいはこう介護事業、まあ、こんなものをですね、事業をメインにしている上場会社になっています。
こちらのホテルの最寄り駅はですね、京王八王子駅になっていまして、そこからはですね、だいたい9分か10分ぐらいかなという感じですね。JR の八王子駅は京王八王子駅からさらに5分ぐらいちょっと歩きますので、だいたい15分ぐらいかかるかなという感じですね。まあ、八王子市街をですね、走っている、こう、浅川っていう川のほとりにありまして、市街からも目立つ、外観になっているので、まあ、結構歩くことは歩くんですけども、迷うことはないかなという感じでございます。1階はですね、フロントになっていまして、まあ、広いロビーが広がってるんですけども、あとレストランがあるんですが、現在ね、ちょっとね、コロナの影響もあって、レストラン休業中でですね、かつ照明が暗めなんで、かなりこう、静かというか、厳かというか、なんか雰囲気がしました。またですね、こちらのホテルの7階建てなんですけども、披露宴の会場とかも入ってることもあってですね、客室数は実は51室しかないという形になっています。今回ですね、ダブル A という、まあ、お部屋予約してたんですけども、さっき触れたようにですね、リラックスダブルルームという部屋にアップグレードいただいていました。はい、それではですね、八王子ホテルニューグランドのベッドチェックになります。こちらのベッドはですね、幅が180センチメートルのキングサイズでございます。長さがですね、2メートル5センチぐらいとかなり長いです。高さはちょっと低めで53センチメートルぐらいという感じでございます。そして今日の部屋着、ルームウェアはですね、こういった形の浴衣になっております。はい、ね、珍しいですよね、洋風の部屋なので。はい、それではちょっと倒れ込んでみたいと思います。せーの。おお、結構バウンドする感じですね。ちょっとアンティークな感じがいたします。もう一回いきます。せーの。おお、かなり跳ねます。こちらのですね、お部屋はホテルに一室しかない貴重な部屋でございまして、まあ、クラシックなインテリアとアンティークな家具で構成されてます。まあ、さながらね、ヨーロッパの旅行に来たような感覚になります。建物はね、もちろん古いし、まあ、経年劣化というのはもちろん、見られたりするんですけども、まあ、綺麗にメンテナンスはされてるので、そこは、また気になかったですね。まあ、何よりこう、キングサイズのベッドと、こう、ヘッド側にあるこう、カーテンというのがね、非常に素敵でございました。窓枠もね、含めて。で、窓は小さいんですけども、その浅川沿いに八王子の市街が眺められてですね、とっても良かったです。水回りはですね、ユニットバスではあるんですけども、まあ、壁がね、ちょっと大理石調だったりとか、天板もピンクっぽい形で工夫してるなという感じでございました。まあ、現在ね、レストラン休業中なので、朝食はレストランでは食べれないんですけども、こんな感じでですね、1200円で朝食をお部屋まで届けてくれるということでございました。雪材でございます。こちらのね、この結婚式で使われるこの教会堂、築140年になる、イギリスのですね、バロフォードというところにあったチャペル、こちらをですね、サンライフさんの、元会長さんがですね、一目惚れして、これをわざわざイギリスから解体してですね、船で運んでレンガ一つ一つを積み上げたそうでございます。新築で建てるよりも絶対高くついたと思いますということでね、すごく貴重な建物だと思うんですけども、中はですね、今度は全然外部のこう厳かな雰囲気とは打って変わって、モダンで綺麗なですね、こんな感じの、教会でございました。宿泊者はですね、内覧、無料で見ることができますので、興味のある方は泊まった時に、スタッフの方に声かけていただけたらなというふうに思います。1階にはですね、結構おしゃれな感じのレストランもありました。なんかガーデンウェディングみたいな感じもできるような感じですね。ユッキーのレビューです。ということで、お部屋の方は非常に良かったんでですね、5とさせていただきました。今回はい、設備品も人通り整っていたので4、水回りはユニットだったので2とさせていただきました。まあ、特に無料のサービスとかはないんで、サービスは3、環境帳簿はですね、ちょっと離れてはいるんですけども、非常に、いい雰囲気、川沿いで帳簿もあったんで4とさせていただきました。まあ、良かった点、残念だった点、ここにこう書かせていただいています。今まで触れてないところで言うとですね、12時チェックアウトなので、朝ゆっくりすることができるというのが良い点ですね。まあ、残念だったというか、まあ、強いてあげれば、まあ、コップとか紙が今、まあ、コップとか紙がじゃないや。コップがですね、今コロナの対策で紙は、プラスチックになってます。あとはね、コンセント数がちょっと少なかったかなというところですね。ということで、ユキの総合満足度は、今回 A とさせていただきました。人によっては S っていう風な感じになるかなというレベルかなとはもう思います。
まあね、老舗で家具もアンティークだったんですけども、綺麗にね、位置されていて部屋も綺麗めでございます。こういったホテルね、ぜひ貴重なんで、今後もね、営業し続けてほしいなというふうに思います。なんで皆さんもぜひ泊まっていただきたいなと思います。ということでございます。今回打倒させていただきました。八王子相場はね、ホテル密集地である、こう、新宿とか銀座に比べるとですね、やや高めなので、一泊素泊まりで7500円というのは、まあ、だと同じかなというふうに思います。金利予定の状況です。はい、あまりね、八王子そんなにホテル数多くないので11棟とかさせていただきますが、老舗の本当ビジネスホテルで、前ね、ハクレポで紹介させていただいた千代田ホテルが一番高くなってますが、まあ内容的に言うとね、こっちの方が、まあ結構格式的には上かなという感じの雰囲気ではございます。他のホテルも興味のある方は動画の説明欄に各ホテルのリンク記載しているので参考にしていただけたらと思います。ランチを食べたところ、初日と二日目、両方ランチ食べました。初日はですね、駅から近くにある中町食堂というところですね。もともとですね、なんか駄菓子屋を改造した古民家風の居酒屋さんになってまして、昼はですね、こういった形でランチやってます。900円で結構ね、こういったね、お惣菜もついた美味しいランチいただくことができるのでおすすめです。あと二日目のランチ食べたのはですね、やっぱり八王子ってラーメン激戦区なので、食べる評価高いお店多いんですね。こちらの鴨中華そばっていうのはこんな感じで、なんかすごくモダンな感じのエントランスなんですけども、中も非常に広くて綺麗でですね、そこでこういった、ハマグリ塩そばというのとですね、つけ麺というのをいただきました。まあ、美味しかったことは美味しかったんですけど、まあ、ちょっとね、なんていうかな、僕も大盛りしちゃったこともあったから麺が伸びちゃった感じがあったりとか、ちょっとね、つけ麺の方もちょっとうどんのような、ちょっと太い感じの麺でございました。はい、ということで、八王子ホテルニューグランド、ぜひね、皆さんも一度、八王子に行く機会がありましたら、泊まってみていただきたいなと思います。それではまた。